お待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。南葛対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。さあ今始まろうとしています。熱戦の火蓋が切られました。打席にパスを出します。翼はもらったぞ。なに翼くん、ゴールラッシュに持ち込んだ。ゴールを狙う。ゴールは不発に終わります。そらチャージが決まった。それパスを回す。それいけ。パスを出した。これは見よう。回転をかけてシュートを放った。また島津くん、このシュートに反応している。ゴールを守った。そら、それでは素早く横にかわす。沢田くん、回転をかけてシュートを放った。森崎くん、このシュートを正面から受け止める。反町くん、このパスをカットします。やった、振り切った。短いパスを受けスペースにパスを出した。岩見くん、ボールを持った。今井くん、ボールを狙うも届かない。それ杉くん、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。沢田くん、パスを出した。チャージが決まった。岩見くん、ここからチャンスを作れるか。滝くん、ワンタッチで送る。回転をかけたシュートを放った。中島くん、横に入れた。ゴール隅に決まった。翼くん、今度は先制となるゴールを決めてきた。そら、中学、ボールを持った。見たか、これはごぼう抜きだ。中学、ここからチャンスを作れるか。必殺のシュートでゴールを狙う。横っ飛びで突っ込むか。相手は反応するも決まった。このシュートを決めてきた。信頼してくれるみんなのために勝つ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。